今日1月12日火曜日、気象庁は東京で初雪を観測したと発表をしました。東京の初雪の平年日は1月3日ですので、今年は平年よりも9日遅い初雪観測となりました。昨年と比べても8日遅い観測です。皆様からいただいている天気のご報告、12時40分までの報告を見ていきますと、雨のご報告が多いものの、一部雪のご報告もいただいております。東京見ていきますと、みぞれのご報告などもいただいております。一時的に雪が混じったようです。さあ、それではこの先の予想ですけれど、平野部は雨が主体となりそうです。みぞれなどのご報告や感じることもあるかと思いますが、雪による影響はない見込みです。気象庁は今年度、本庁舎を千代田区大手町から港区虎ノ門に移転しており、今回が虎ノ門新庁舎での初めての雪の観測となりました。今後も最新の雪情報に注目です。